枯山水とは、水を用いずに、岩や砂などで山水を表現した日本庭園の様式の一つ。一般的に理解される枯山水、両安寺法上庭園近代的な建物と枯れ、山水スターバックス治平等院を表参道展。枯山水とは一般に、平坦な土地に水を用いず石や砂を、主として構成された山水風景を象徴的に表現した庭園と理解されている。 しかし、このような様式が確立されたのは、室町時代中期と考えられ、長い歴史の中ではこれに当てはまらない庭園も、枯山水と称されてきた。枯山水が現れる最古の文献資料は11世紀、頃に成立したとされる、策定期である。それによれば枯山水は、独立した庭園様式ではなく、池を中心とした地泉庭園などにおいて、 月山や野道に作られた石組み部分を指していると考えられている。重森未来はこれを前期式、枯山水と定義し、室町時代に成立した様式を後期式枯山水として区別しているが、こうした厳密な区別は必要なく、策定の手法や立地により変化したもので、本質的には変わらないとする説もある。また、 歴史的に枯山水に相当する用語も様々であった。書き言葉としては、寒山水、東山水、枯水形、枯れ潜水、日川には、古山水、枯山水などがあり、その読みも、枯れ潜水、古山水、古潜水、古潜水、古潜水などが挙げられている。今日の枯山水が一般化したのは、大正時代以降と考えられる。 枯山水は、面積の公共を選ばず、水を使わないためや内や屋上にも作れ、近代的な建築にも馴染み日本らしい雰囲気が出る。ため、現代においても人気が高い様式である。初院から干渉する枯山水園特異に北定、雪舟の策定と、水木が満腹時庭園周東山水図冬、本節では、室町時代の枯山水の特徴を中心に述べる。 その他の時代については歴史説を参照。三例は伝統的に日本の庭園は自然的表現するものであり、地線を海の景として見立てるなど象徴主義的な思想があったとした上で、これが極度に発達した姿が枯れ山水であるとする。つまり、自然を実体として表現することなく、砂を海、石組みを滝などと見立てて、そこに秘められた、 世界観を想像する有限思想があるとする。そして、庭園構成として、重要な役割を持つのが空白の地面であり、空白が広いほど広大な空間を表現できると、している。こうした有限美と空白美により形成されるのが、枯山水の特徴である。このような特徴が成立した背景は、枯山水が主に、京都の全州寺院で策定されたことと、 関連づけられて説明される。平安時代まで伝統的に殿物前には儀式を行うための前提が設けられていたが、こうした前提は時代が下ると境外化して面積が狭くなってゆき、室町時代に至って観賞用の庭として意図されることとなった。こうした前提はもともと砂を敷き詰めていたが、そこに石組みや庭木を配したものが枯山水と考えられる。 策定期などには、こうした行為は禁忌と記されているが、中世仏教に起こった万物に仏心があるとする自然観を背景として、本来は仏教儀礼を行う禅宗寺院の前提での策定が許容されていったと考えられる。こうした背景から枯れ山水は、法上や書院などから座って鑑賞することを目的とした庭であり、面積は狭く平坦な土地で、 時に土塀などに囲まれる庭園様式として成立した。したがって、同じ日本庭園であっても、徒歩や船で移動しながら鑑賞する回遊式庭園、あるいは茶室への導線に山里を再現することを目的とした路地とはその性質が異なる。また、同時代に広まった水木山水画の影響も指摘されている。小野県基地は水木山水画に見える史跡千里や、 残山余松さ水を三次元化したのが枯山水だとしている。他には、盆景や監視との関連も言及されることがある。枯山水は、禅宗の影響を強く受けた庭園ではあるが、禅の精神性を表現したものでなければ、禅の庭と言えず、枯山水と禅の庭はエコールではないとされる。マスヌ・トシキは、禅の庭とは目に見える庭を通して、 そこにつながる延々と続く宇宙を表現したものであり、それを掘り下げて、仏法の道理と絶対の真理を見抜く、現状考案であるとする。さらに、禅の枯れ山水の特徴を、世俗から離れ継承の良い場所に陰遁することを、理想としてその世界観を書院を中心に再現した、もので、このような庭園思想は、日本独自のものであるとする。また、初期の禅の枯山水では、 座禅石を廃することも少なくない。初期の禅の枯れ山水として、天竜寺庭園、大仙院書院庭園、竜源院竜銀庭が挙げられる。放期目をつける庭師放期目の種類枯れ山水では、砂敷は水面を表現することが多い。砂敷が広い場合は、海や池であり、石や植栽により、水流があるように見せる場合は、枯れ流れという。枯れ山水に用いられる砂は、 白ないし、それに近い色調を用いることが多い。京都の枯れ山水では、花崗岩が風化した砂で、白川から産出されるものを用いていたが、現在は採取が禁止されており、白い花崗岩を砕いて用いている。粒の大きさは一般に3分程度で、一般的には砂利と称されるほどの大きさであるが、古い庭師言葉では3センチメートルほどの小石を巻く。 ことも砂をまくと表現する。また、自称時の高月台のような森砂にはより最流な砂を用いる。敷砂には宝木目と呼ばれる文様を付けることも多い。宝木目は宝木のほか、熊で霊器などの器具を用いて付けられる。代表的な宝木目には以下のものがある。日本の庭園は歴史的に石に対する関心が極めて強いとされる。 枯れ山水で用いる石の多くは自然石で山岳や渓谷などの自然、宝船、鶴、亀などの縁起物などを抽象的に表現する。以下に石組の例を記すが日本庭園に共通のものもある。本節では枯れ山水の語彙の変化と室町時代の枯れ山水様式が完成するまでの変遷及び 室町時代以降の枯山水の特徴についてまとめる。ただし、策定時期の否定や、策定者の推定などには、諸説あり、おのずと枯山水の成立の経緯についても、論者によって千差万別である。枯山水の最古の資料、策定期には、以下のように記されている。池もなくやり水もなきところに石を立つることあり、これを枯山水と名つく。枯山水の様は、 片山の岸、あるいはの筋などを作りいてて、それにつきて、石を立つるなり。作庭期、立花の土質な水のない場所に、月山や野道を作り、これに石組みをすることを指して、枯山水としており、現在イメージされる枯山水とは違うもので、庭園様式というよりは、庭園手法に近いとされる。こうした枯山水の姿は、 もう辻浄土庭園の池の南西部にある月山が代表とされており、その他には、御城寺の赤い石庭、大沢池庭園の名古祖滝跡,跡付近の石組みなどが指摘されるほか、北の天神園木絵巻などの絵画資料などから推測されている。このような石組みの庭園手法の成り立ちについて、日本固有のものとする説や中国、朝鮮半島からの伝来とする説もあり、 定説には至っておらず、いつごろ成立したのかも定かではない。古くは、神道の岩倉との関連を指摘する説があり、三例は、八神社の石組に枯山水的なものを見出せると、する。また、殿村中は、枯山水が、石を用いて作られた月山の一形態を指すので、あれば、平城宮東院庭園に類例が見られるとして8世紀の奈良時代まで遡る。 可能性を指摘し、さらに、朝鮮半島の四、五世紀の庭園以降にも、共通点が見出せるとしている。鎌倉時代前期に、中国に渡ったエサイ道元により、禅宗がもたらされる。しかし、庭園史において、その影響はやや遅れており、禅寺の庭園の変化は十三世紀の乱景、道高の来日を待つこととなる。二百五十三年に創建された。 県庁寺庭園は、蘭景の手によるものとされるが、度重なる火災で創建当時の面影は、枯れ滝石組のみとされる。同じく、蘭景による策定と考えられるのが、東光寺庭園である。本堂から見て、池の向こうの山麓を月山として利用し、枯れ滝石組と、宝来山石組を配置する。その姿は、従前の山と絵的な、天下なものではなく、 山水画的な構成が見られるとされている。南禅院庭園には、池の上流に相当する場所に枯れた木石組があり、枯山水的要素が伺える。ただし、この頃の中国の禅州庭園以降はほとんど残っていないため、どの程度の影響があったかは明確ではない。無双祖籍は、鎌倉時代から室町時代にかけての禅州庭園を語る上で、欠かせない人物である。 1339年に無双は、西宝寺に招かれて、これを再興し、もともとあった西宝寺の浄土庭園と、その上部にあった江戸寺の庭園を禅宗庭園に改めた。この上部庭園が、室町時代以降の枯山水の源流とされている。無双国四年譜などによると、無双は、中国禅宗の公安を題材として庭園に、表現していたとされる。 同じ無僧の策定とされるのが、天竜寺庭園である。天竜寺庭園は、地仙庭園であるが、水墨画の山水風景を表現しようとする点で、全州庭園の主題が明確に現れているとされる。なお、無僧のように策定に従事する僧を、石立像と呼び、枯山水庭園の成立には、全州の石立像の役割が大きかったとされる。自称寺庭園は、 裁縫所を参考に作られたとされ、下段に、延地、上段に枯れ山水石組の構成が類似している。自称寺庭園の枯れ山水といえば、銀砂田と高月台が著名であるが、これらは江戸時代の策定とされ、創建当時は単に白社時期の前提であったと考えられる。しかし、三例はこの前提の空白日が、後の枯れ山水様式に影響を与えた可能性を、 指摘している。こうした前提の白車時期の空白に15個の石を廃して海洋を表現したものが、両暗寺庭園とされ、ここに一応の庭園様式として枯山水が独立して成立した。両暗寺庭園は枯山水の代表例のように扱われるが、こうした白車に少数の石を廃するだけの枯山水は少数派である。 より水墨画的な山水風景を表現したものが大仙院書院庭園である。水墨画において遠近は墨の濃淡で表現されるが大仙院書院庭園においては石の大小と色調によって奥行きを表現しており山水の名にふさわしい庭園様式となった。このような様式に至る理由については前説にも記したがその他に産例は時代の風潮として 安易な小庭が増えたことを要因の一つとしている。15世紀後期に成立したカリサンスイフ所には以下のように記されている。筋力が多ければ巨石が集まり多数の妊婦を集めることができ、帰するところ大庭園ができる。しかしながら、貧者も必ずしも庭園が作れないわけではない。一国一級を自ら運びここに小庭を完成した。この庭を一覧すれば、 ご竹を望む感があり、大会を見るの景観がある。仮山水夫、女、鉄線禅寺また、庭を作る技能を持った職人の登場も、変化の一因とされる。彼らは、瓦のものと呼ばれる雑役遊芸に従事した、最下層のもので、特に策定に従事するものを、山水瓦の者あるいは、庭者と称した。貴族間の草原であった従前の策定様式は、 すでに確一的なものになっていたが、彼らの登場によって新風が吹き込まれたとされる。自称寺の庭園を策定した禅阿弥がその代表である。安土桃山時代に至ると、禅州特有の庭園であった枯山水が多州寺院や城郭の庭園として用いられる。この時代の武家は豪華さを好む風があり、枯山水も主寺の発展をする。斧は武家において、 来客を会所に招く際に、床の間や地外棚を動物で飾り立てることで、文化的な教養を誇示することももてなしであったとし、枯れ山水にもその影響があったと指摘している。こうした枯れ山水は、枯れた木、枯れ流れを用いる傾向が顕著で、自然主義的な趣きがある。用いる石も多く、吟味して選ばれ、構成も立体的になる。また、 宝来山を模した石組みや、鶴亀両島などが好まれ、霧石の橋や、大刈込みを用いるなど、他の庭園様式の要素を見出すことができる。また、大書院建築の流行とともに、庭園面積も広く、横幅が広がっていく。代表的なものとして、西本願寺書院庭園、名古屋城、二の丸庭園、炎徳院北庭、小川寺庭園、大山寺安要院、庭園、 一条、谷浅倉市庭園内容自石庭園、本宝寺庭園などがある。江戸時代の枯れ山水の特徴として、全州寺院において、両安寺庭園を模範とした構成として、再出発していることが挙げられる。こうした庭園は長方形の地割りと空白の白砂敷を基本とするが、石組は奥に寄せる形になっていることが特徴で、借景も用いるようになる。 また、植栽の刈り込みや放棄目が、成形化されるのも江戸時代である。代表例として、大徳寺法上庭園、聖田寺庭園、南禅寺法上庭園、小国寺海山道庭園、明神寺東海安諸院南庭などがある。一方で、安土桃山時代の景譜を引く、自然な地割りをする枯山水も多く見られる。これらは池庭をそのまま枯池としたような趣向きがあり、 枯山水の象徴性が薄まり、具体的な表現に置き換わっている。代表例として、根治院庭園、満州院庭園、西江寺庭園などがある。また、地方の武家屋敷へも庭園文化が広がり、特色ある枯山水が作られた。代表例として、月のカの庭の石の上に石を乗せる手法や、チラン武家屋敷の石道路を庭系とする手法。 宮永殿内の石灰岩を用いる手法などがある。明治から大正にかけては、実業家による策定が多かったが、彼らの興味は枯山水に向くことがなかったため質、量ともに低迷する。昭和に至ると、庭園研究が活発に行われるようになり、戦後に至ると、その再解釈や再構成が行われるようになった。また、岡本太郎や、 クリストファー・タナードらの著作により、モダンランドスケープデザインとして、枯山水が評価されるようになり、海外での評価も高まることとなった。ありがとうございます。